さて、今日もナインティナインだ。はい、どうも、ティレと申します。クソ、デイリーミッションができない。今日もね、テトリスナインティナインを遊んでいきたいと思います。前回はね、コントローラー慣れないやつでやったんですけど、今回から新しいコントローラー買いましたんで、その慣らしということでね。そう、前回はね、慣れないコントローラーでやったけど、今回ね、テトリス99のために新しいコントローラー買ったから、もう意味わかんねえ。じゃあ早速、まずは CPU だ。まずはね、 CPU ね。さあ、99人の中で俺は勝ちに行く。見てろよ。いや、でもテトリスね、実はね、久しぶりだったりするんだよね。実はテトリスやるのがこの前の収録以来で、実はあんまやってなかったんですよ。それまでの間に私ね、うちの憧れであるプレイの三宝とプレイしたんですけど、まあ、ボコボコにされましたよ。本当にもうね、俺の努力何だったんですかね。俺の努力は何だったのかっていうレベルのぐらいボコボコにされまして、私もう傷心ですよ。うん、もうびっくりだよ。あ、間違えた。まあ、いっか。ちょっとね、この積み方はやばいんじゃないかと思っておりますが、まあ、なんとでもなるでしょう。なると思う。なってくれないと困るんだ。なってくれないと困るんだぜ。どうしようかな。あー、この緑はどうしよう。この緑をどうしようか。この緑をどこに置こうか。なんか結構狙われてる気がしますね。コントローラー揺れてますもん。ちょっと待って、結構本当にやばい。本当にやばい。ちょっと連攻撃しとこう。ちょっと連攻撃を挟んでいっときましょう。連攻撃を打っていく。まあ、ここでまず連攻撃でね、さっきの攻撃したやつらを返り討ちにするスタイルでいきます。さあ、どうしようかな。掘ってった方がいいのかな。掘ってくタイミングもちょっと未だによくつかめてないんだよね。でもまあ、これぐらいだったら掘ってった方がいいのかもね。結構狙われてんのか、もしかして。あ、結構揺れてるから狙われてんだ。そう、振動するようになった。前回のコントローラーと比べてね、なんかね、振動するようになったから分かりやすい。狙われてんのが。いやいや、結構来てんね。結構俺を狙うの。CPU はみんなグル。いろんなゲームで学んだよ。CPU はグルなんだよ、基本な。CPU は基本グルですよ。さあ、行きますよ、T スピン。この T スピンを決めていく。この T スピンがね、意外と火力高いんだよな。この T スピンダブルを決めるだけで、テトリスと同じ火力が出るんだよね。4列消しと。テトリスに許された唯一のね、利点というべきなのか。おっと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 、どうしようかな。こう積んでって、鳴らす。鳴らせない。次のやつが良くないね。これ次のやつがあんまり良くない。またこいつ来た。どうしようかな。あんま積みすぎるとね、やられちゃうからね。さあ、どうしよう。これでとりあえず鳴らしといて。さあ、おっと、10人、残り10人。早いね。展開早くない？展開が早いぞ、試合展開が。もうこうなるとね、そう、最終的に残るのは1対1よ。1対1になるのよ。やべえ、ミスった。やべえ、危ねえ。最終的には1対1になるんだから、ある程度は、あ、間違えた。これは間違えたぞ。まあまあまあ、そこはリカバリーでしていきましょい。どうしよっかな。考えすぎも良くない。考えすぎるとやられるからね。考えてる暇あったらもう適当に置いといた方がいい。適当に置こう、最悪。やばい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 、ベスタベスタ。え、こうして。おーっとこういうことになるんですよ。ちゃんと考えないとダメだよ。ちゃんと考えないとダメだよ。考えないとダメだよ、ちゃんと。適当に置くぐらいなら考えた方がいいよ。手のひらが早い。あ、もう勝ってる。あ、テトワン、今日もテトワンまず取っていく。いや、まあまあ、CPU だからね、相手はね。このね、チームマッチとかもあるんだ。チームマッチとかでなんか時々配信で見たことあるんですけど、
これでなんかチームを組んでなんかね1対98が本当になんかあったみたいだね。どうだろう。個人的にあんまり手持ちないんですよ。やっぱオンライン怖いから。チームとのできるみたいな。なんかね、海外部は CPU は穴埋めてくれるみたいなんですよ。なんで個人的にあんまり手持ちないなと。はい。どうとか自分では使ってるようなイメージを。チームであればさ、あのこういうのでなんか武器ばっかりでしょ。友達いない俺でも98人でチームバトルができる。よっしゃ行くぞ。きたー、ゲーム開始チーム長。よっしゃよっしゃよっしゃ。 CPU と組む、 CPU とチーム組んで98人や。わいわい、友達作るんや。おおすごい。ちょっと待って俺すげえ。え、あ、すげえ。どのチームを狙えるかってできるんだこれで。へえすごいね。あ、どうしよう、ちょっと、ま、間違えたか。これ間違えた説出てるぞ。これ間違えたね。開幕間違えちゃったね。よっとチーム98人でチーム組んで戦ってる俺ら。あー、 T 待ちだね。これ T 待ちになっちゃったね。あんま良くないやつだ。じゃあ T 待ちになるならもうこうしちゃおう。よっしゃ、チーム98人。これ CPU の強さどんぐらいなんだろうね。どうだろう。強いのかなやっぱ。だから全然わかんねえから油断禁物。普段の僕だったら勝てる。普段の僕は CPU 相手に勝ってきてるから大丈夫やと思うけど。こうだね。で、こうして T スピンを入れていく。まず T スピンでね。あ、スピードアップ何それ。なんか速くなったんだ。ちょっと速くなるんだね。ゲーム進行速くなる。ゲーム進行がやっぱ長くなってくると、どんどんテトリミノのスピードが速くなってくんだね。ちょっとこの辺りで連攻撃に移りたいね。得意の。プーテトリミにつけた連攻撃を使いたいところですね。結構狙われてんじゃない？ねえ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 、結構狙われてるよ。結構狙われてるよ、これ。どうしようかな。で、そう、穴開きの、あ、迷うね。これ迷っちゃうね。中開きの、中開き、中開き3列始めますよ。中開き3列が始まる。これで一気にね、チーム、ピカチュウチームを勝利に導きます。こうで8連、8連で終わっちゃった。間違えた、しくった、間違えた、終わっちゃった。まあ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 、いいだろう。あ、待って、やっぱここのしかちょっと速くなってきたね。テトリミはちょっと待って、速くない？速くなってきたね。いやでもね、自分ね、過去にね、テトリスでね、あの最高レベルあの、の速度を経験したことあるんで、結構ね、速度なりはしてるよ。まだこのぐらいだったらね、視認できる速度だからね、そりゃ。結構テトリスのね、あ、早い早い、ちょっと待って、だいぶ早いよ。ゲーム速度だいぶ速くなってんだけど。どうしようかな、ここ。で、大丈夫だ、速度は最高速度は慣れてるからね。なんだったら普段ハードロップで組んでるからさ、それぐらいは、大丈夫、容易だよ。次のまだね、この速度だったら次のテトリミノ見る余裕がちょっとなくなってきた。ちょっと待って、早くない？だいぶ早いよこれ。だいぶ早くなってきたね。あ、間違えた、やべ、ミスった。こういうことがあるからな、早いとこういうことが起こる。いや、マジかよ。でも待って、うちのチーム何人生き残ってるか分かんねえな。うちのチームは何人生き残ってんだ。あと KO13。 テトワンチーム1イエロー、イエーイ、やったー。よし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 、自信ついた。あ、てかなんだ、上に書いてあるじゃん。え、何位だったのかな、途中結構劣勢だったりしたのかね。どうだったんだろうね。あれ黄色チームどこ。じゃあ前回はね、 CPU レベル2までいきましたんで、
3でやってみたいと思います。いやどうだろう、さっき CPU バトルなんか勝ったけどさ、どうなんだろうね。3レベル3になりました。どうだろう、強いかな。でこれはねコーンコーンで組めるからね。でこう組めるのが楽だね。今回の DT はすごく楽ですね。 DT にもいろいろ組み方があって、まあ打っちゃおうか。これ初期の結構ね DT のいいとこって、初期のこのハイパイに左右されないっていう、ハイパイってなんだ初期のハイパイに左右されないっていう点がマジで DT の魅力よね。これプヨテトモード本当に DT は使えるからな。さあちょっとさね、中空き3列を組んでいきますよ。ここで中空き3列を組んでいく。ちょっと待って、来てくれ、来てる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 ね。もう来るか、もう来るか、もう来るか。よし始めよう、始めた方がいい。2列になってか、中空き2列じゃねえか中空き2列は連が続かないんだよね。あんまりあんまり中空き2列は連が続かないからななんだったらもう終わったしななんだったらもう終わった。 DT からのこの中空きの、中空き外空き、外空きだねこれ、どっちかといえば。外空きは結構みんなが使う戦法ではある。だから俺はね流行に乗ってるんですよ。もうみんなが使う戦法に落ち着いてるっていう、このねもうザ無難男ですよザ無難ですよねどうしようかな。 T ミノがそこでしょ、あ間違えた、どうしようかな。 T ミノそこにあるからな、迷いすぎ迷いすぎ考えすぎやろT スピンシングルとりあえず整地したいでこうしといて、ちょっとねこういう時間をかけちゃうと敵の攻撃が来るんだよな。 CPU レベルが3だから侮れないよな。レベルが今までより絶対上がってるはずだから、あーどうしようかな。これはこうしよう、だからできるだけね安定組んできてもいいしね。初めのうちは安定でもいいかもね。あんまなんかリスキーに積みすぎて、あのいっぱい来た攻撃に耐えられないってこともある、ありえるからな。 CPU がどうやって狙ってくるか分かんないしね、自分を。結構グルになってる可能性ってあるもんな。よしいい感じにね連攻撃が組めてるんじゃない、今連攻撃の形にはなってる。ちょっとなんか穴がある組み方であるけど始めようか。これから始めよう。1、2、中空き4列になってるよ中空き4列だよこれ中空き4列は未経験ゾーン外した、終わった中空き4列本当に難しいんだよな。できれば強いんだろうけどね、一番連が続くのが中空き4列なんだよな。だから一番極め、あのやりたいっていうか、なんか理想だよね、連攻撃として一番理想のラインは中空き4列ですよね。ただ俺にその技術はない俺にその技術あったらねえプーテトね勝ってんだよちゃんと。俺にプーテトの技術ないんだもん。あ間違えた、やばいやっちゃった、しちゃいけない方ことしちゃったぜ。でこうしてこうして鳴らしてってもいいな、そろ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 鳴らしていくか。ちょっと形が崩れてるからこの辺りで一回形を直しといた方がいい。最終盤の時に焦って組めないのは一番まずいから、ちょっと待って、デコボコゾーンになってきたな。デコボコゾーンは直しておかないとダメですよっと。こうこれで直せる。あー、うん、君か。あ、君か。ま、君はなんとかなるよ。後ろ見ではなんとかなりそうだからね、こうや。どうしよっかな、こうしよう。で、待って、だいぶ速くなってきた。テトリミの速度が。うん、うん、うん、うん。
あーやべえな、そのホールドはやばい。一回やり直そう。俺たちまだやり直せるよ。うん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 。で、登れ。よし。あ、やばい、来てるね。来るか、もう来るか。で、こうして、こうして、こうして、連攻撃を組みたかったな。見るとこ間違えたわ。そっちやったか。ネクスト見るとこ間違っとった。お、早いね。だいぶ速くなってきたね。高速テトリス投げ始めたよ。このスピードについてき、スピード勝負よ。わかる？このスピードについてきたものが勝利を手にする。わかる？スピード勝負よ。わかる？なんで急にマウント取るんですかね。あ、危ねえ。無理に T スピンを組むのは良くないね。あ、やばい、ミスった。こうで、早い、速くなってきた。だいぶ速いな。このスピードを制した者がテトリスの勝者よ。わかる？さあ、え、なに、おいーおいーおいーイエーイ。いや、もうだいぶ速くなってきたな。最後超高速だったね。さあ、いいっすか、自分レベル5チャレンジ。いいですか、 CPU レベル5。最強のコンピュートやり合います。よろしくお願いします。さあ、始まったぞ。今日も始まった CPU レベル5というね、この鬼のようなね、戦いが始まりましたよ。ラッキーラッキー。あ、間違えた。まあ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 、組んでおこう今のうちに。来た、行くぜ。さあ、 CPU レベル5かなり強いんだよ、やっぱり。これもな、もう来てるもんね。もうこう来てるもんね。なんだったらもう来るか。どうしようかな。あんまり良くないね、このハイパイは。悪いね、どっちかといえば。おー、来てるね。やばいね、それはやばい。始めよう始めよう、連攻撃始めよう。連攻撃を始めないとやばいよ。これマジでやばい、やばい。連攻撃始めないとやばい、マジでやばい。あ、ミスった、やっちゃった。終わる、連攻撃が終わる。連攻撃終わっちゃったけど、けど攻撃を受け逃したっぽいな。なんか狙われてたのに全然狙われなかった。受け逃したっぽいぞ。惜しい、今の受け逃しナイスやね。いや、やばいよちょっと待って、ちょっと待って、なんで、ねえねえねえ、なんで急にみんな狙い始めんの。あ、まだだ、まだ終わらん、まだだ、まだ終わらん。あー、でも置きミスをさカバーできたよ。やばいよやばいやばいやばい、そりゃやばいっすよ先輩、やめてくださいよ、ちょっとやばいっすよそれちょっと待って、急に狙われる頻度が増したぞ。なんだそういう補正走んのか。マジでやばいぞ。どうしよう、やばい、まだ負けるわけにはいかねえんだよ。俺だって日々成長してるからよ多分怖いこの前な、サンボと戦った時にね、俺全ての努力を無駄にされたんだよ。俺の努力全部無駄だったんだよ、全部ボロボロに負けて。俺だって日々成長してるんだよ。俺だって日々成長してんだよ。まだだ、まだ終わらん、まだ負けるわけにはいかねえんだよ。俺だってな、日々成長の努力あんま成長してない